ロシアの反体制派指導者で服役中のナワリヌイ氏は31日、捜査当局から新たな罪を告げられ、最大15年の禁錮刑が科されることになると、インスタグラムへの投稿で明らかにしました。投稿によりますと、捜査当局はナワリヌイ氏がロシア政府やオリガルヒ、新興財閥への憎悪を煽り立てるために過激派組織を結成したと見ています。